西さんありがとうございました。独走状態ということですね。そうですね。さあ続いて袖ヶ浦の中継ポイント行きましょう。たけるさん。はいはい、僕はですね、はい、今袖ヶ浦アンダーパスですね、うん、昨年ですね JR 内房線袖ヶ浦駅の海側と内陸側をつなぐ新しい道路として開通された模様ですね。はい、はい、それでですね今こちらでではですね、うん、催し物をされてまして、今フラダンスの方をされてまして今優雅な踊りをされております。はい、そしてですね、はい、先ほどこちらでパフォーマンスをしていただいた新納神楽林保存会の、はい、はい、方に来ていただきました。よろしくお願いします。お名前は？白井と言います。あ、白井さん、はいはい、ちょっとなんか笛の方を披露していただけるということで、はい、お、素晴らしい。ありがとうございます。素晴らしい。ちょっとね、ちょっと僕もあの岡山県の伝統芸能備中神楽っていうのをやってるんですよ。笛をやってみろ。できるかな。すぐ OK 出ちゃった。ちっちゃい声でやるもんだねって言われました。あ、はい、すごいすごい。はい、ということで、はい、あ、じゃあ踊りましょうか。はい、踊りも。お、お、いいよ。